キュートやボーノのメンバーとしての活動を経て、高いパフォーマンス力で注目されている鈴木愛理。今回は鈴木愛理のブレイクまでの軌跡を紹介します。彼女は音楽活動だけでなく雑誌モデルとしても活躍している女性アイドルだ。岐阜で生まれた鈴木愛理はプロゴルファーの両親のもとで育つ。しかし両親はゴルフの道の厳しさも知っていたため、我が子にゴルフを強制することはなかった。その結果、ゴルフの代わりに音楽に興味を持った彼女はいつでもどこでも歌うように。大人たちの前で、愛理ちゃんこれからコンサートをします、皆さんこんにちはと堂々と挨拶をしたり、マイク付きの絵本に夢中になったりと、音楽が大好きな女の子に育った。やがて幼稚園に通う頃から歌手になりたいと思っていた彼女は、5歳の時に小学校受験かミュージックスクールを受けるかの2択を与えられることに。それぞれを見学し、どれがやりたい?と聞かれて出した結論が、ミュージックスクールに通いたいだった。こうしてミュージックスクールに通い始めた鈴木愛理は、日曜日に歌とダンスのレッスンを受ける中で、大人たちから注目される存在になっていく。そしてキュートの初期メンバーである梅田エリカと共に、土曜日もレッスンに来てみない?と声をかけられ、週2ペースで通うようになった。土曜日のレッスンはヒップホップダンスに加え、ドラムとコンガの練習。内心、なぜこの楽器を?と疑問を感じつつ、仙人のようなおじいちゃん先生のもとで練習に励んでいた。そんな思い出深いミュージックスクールもいよいよ卒業。その時、彼女のもとにハロープロジェクトキッズオーディションの話が舞い降りた。当時8歳だった鈴木愛理は、まだアイドルになりたいとは考えていなかったものの、このオーディションに挑戦。その結果、約3万人の中から見事合格を勝ち取った。その後、新しいユニットのオーディションを受けて落選してしまうが、それがきっかけで別の新ユニット、アーでのデビューが決まった。初めてメイクし、眉毛を描かれた彼女は、歌も難しいけど、それ以上に難しいことがいっぱいあるんだ。テレビに出るって大変なんだな、と実感。小4からは小学校で金管部に入部したものの、アイドル活動が忙しく1年で辞めることになった。そして5年生になり、新ユニットキュートが結成され、メンバーに選ばれる。最初のインディーズ期間中は各地のショッピングモールを回り、結成1周年にはショッピングモールでゲリラライブを開催した。ところが大雨だったこともあり、観客はたったの2人だけ。そこで厳しい現実を目の当たりにし、精神的にも成長した彼女は、中学1年生の時にボーノのメンバーとしての活動を開始。ボーノとキュートの活動を並行する非常に多忙な毎日を過ごしていた。しかし、その中で彼女が選んだのは、全日制の高校に通い、大学に進学するという道。これは、本来の、そして女の子としての鈴木愛理を見失ってはいけないと思っていたこと。そして両親に、大学までは行った方がいい、その理由は卒業するときにわかる、と言われたためである。こうした思いを胸に、アイドル活動を続けながら慶応義塾大学へと進学。2017年にはキュートとボーノの解散に伴い、ハロープロジェクトを卒業し、大学も卒業した。なお、キュートの解散ライブには1周年のゲリラライブにいたたった2人の観客のうちの1人が参加している。そう、あのゲリラライブ以降、ずっと彼女たちを応援していたのだ。こうしてファンが見守る中、ハロープロジェクトと大学を卒業した鈴木愛理は、2018年からソロ活動をスタート。初のソロアルバム、Do Me a Favor をリリースし、武道館でのワンマンライブを成功させた。さらに、以前から取り組んでいるモデルとしての活動も、関西コレクションや東京ガールズコレクションに出演するなど、幅広いジャンルで活躍している。そんな彼女が、ここで人生が決まった、と感じているのが、5歳の時に小学校受験かミュージックスクールを受けるかの選択を迫られた時だ。夢に向かって一歩踏み出し、自分と両親の気持ちを尊重した道を歩んだ結果、歌手やモデルとしての成功をつかんだ鈴木愛理。彼女の勢いは今後もますます加速していきそうだ。このチャンネルではこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。また他のアーティストのリクエストがあればコメント欄にお書きください。